トレンド福岡。今週は食欲の秋にぴったり、絶品秋スイーツを紹介します。うわ、おしゃれ。外国に迷い込んだみたいな。福岡市早良区にあるタルト専門店ロンタルト。店内はこだわりのアンティーク調の家具が。異国情緒あふれるお店で、この時期だけのスイーツがこちら。お待たせしました。うわー、かわいい。お花乗ってる。鮮やかな色をしているのはモンブラン。定番はマロンなのですが、もう濃厚。おい、ちょっと待って、なんか知ってるモンブランの味じゃない。めちゃくちゃ濃厚なかぼちゃの味がします。そう、はじめちゃん正解。旬のかぼちゃをペーストしたモンブランなんです。珍しさもさることながら、その高さはなんと10センチ。なんかちょっと茶色い中身、なんだこれ。高さを出すためにあんこを立ててるんですよね。背の高いモンブランを支えているのはレーズンを混ぜ込んだあんこ。そこにホワイトチョコ入り生クリームとモンブランを巻きつけることで、見た目だけではなく絶妙なハーモニーを織りなしているんです。あんこの元々の甘みを生かして、周りの材料の美味しさを引き立てるみたいな感じで作ってます。タルト生地って言ったらサクサクのイメージがあるんですけど、はい、周りがサクサクして中がしっとりしてるので、フィナンシェみたいな感じで五感を刺激するじゃないけど、感動してもらいたい。20個ぐらいペロリいけますか？いけます、いけます。この間5個食べられた方いましたけどね。一度に一度に